はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第6弾をお送りします。で、今回もね、とある都道府県の受験問題を8問やっていきます。ただ、図形が1問ありまして、5番ですね。これは、適当に、ノートとかに直径ピッて書いてもらって、で、その直径とする円を書いてもらって、それ、書き方が合ってるかどうかのチェックだけしてもらえたらと思います。では、早速ね、やってもらって、で、ちょっとね、不安なのがあれば、今から解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと下げますよ。お待ちください。よいしょ。あ、待ってね。行き過ぎた。このぐらいでいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、まず最初は計算なので、計算ミスを気をつけながらいきます。5-7 なので、これは答えがマイナス2ですね。プラス5とマイナス7を足してるっていうイメージでいてくれたらいいかな。苦手な方はね。で、2番です。ここまでシリーズで見ていただいている方であれば、お、来た来た。計算の順序っていう感じがしますよね。足し算、割り算入ってるので、割り算が先です。だから、こう、9割4分の1。ここ先にやりましょう。で、9割4分の1。割る分数っていうのは、掛け算に直してしまって逆数にします。こういうことね。つまり4です。9時36なんです、これ。ここね。ってことは、マイナス6、プラス36になるので、それを計算して、30になります。で、次が、ルートの計算ですね。で、いつも、ルートが出された時に、まず、ほにゃららルート、ほにゃららに直せないかなっていうチェックをするといいという話をします。で、自分は癖なんで、先に直してしまうんですよ。もう、ルート8ってあったら、4×2 ですよね。4使ってるから、2ルート2なんです。ルート8っていうのが。で、計算をしてしまうんですけど、別に、ルートの中身が2816なので、そんなに大きくなんないじゃないですか。だから別に普通に計算しても構わないです。これは癖なんで、俺はね。で、3ルート2かける2ルート2。外の世界と中の世界を別々で掛け算します。ルートっていうのは。だから外を掛けると、32が6ですよね。で、ルート2かけるルート2です。ルートっていうのは同じものを掛けるとルートが外れます。つまり、ルート2かけるルート2は2なんです。ルート5かけるルート5は5なんです。これ覚えておいてください。だから2になる。かけるからね。で、もともと2ルート2とか3ルート2ってこう掛け算で繋がってるじゃないですか。だから6かけるルート2かけるルート2の2が出てくる。つまり6に12ですよって。やってもいいし、このまんまやって3ルート16ってします。で、16が4と一緒だから3、4、12でも、そちらが早いと思いますけどね。どちらでも OK です。で、4番は、これ珍しいですね。個人的にはやりながら珍しいって思いましたけど、何が珍しいって、カッコの前プラスなんですよね。だいたいマイナスで引っ掛けてくる方が多いんですけど、行きましょう。この2、こことここに配ります。だから 4A、こっちね、掛け算で配ってください。6B です。で、プラスの場合は、ただ普通に外すだけですね。プラス1かけても何も変わらないんで、これが、プラス A。これもそのままマイナス 5B ですね。で、あとは A 同士、B 同士を計算すればいいので、5A、マイナス 11B となって、これで終了です。で、5番の作図です。AB が、直径になってて円がありますと。で、これの中心をね、作図しなさいっていう問題です。で、もちろん定規とコンパスを使ってって書いてあるんで、定規で測ったら4センチ。じゃあ半分の2センチで OK とはダメです。それはダメだよね。で、結局、この中心ってのはこの真ん中ですよね。直径のちょうど真ん中。中点になる。で、中点を書くためには垂直二等分線を書けばいいんです。もし、作図に不安がある方は、自分が撮ってる中学校1年生の作図のところを見てほしいんですけど、作図っていうのは基本的に垂直二等分線、角の二等分線、垂線だけです。中学校で習うのは3つしかないんです。
大きく分けるとね。だからそれのどれかを使えばいける。基本的に。あとは組み合わせとかもありますけど。二つを書くとかね。で、今回は中点を書くのは垂直二等分線を書けばいいだけなんです。で、どう書くかっていうと、コンパス適当に開いてください。ちょっと大きめで。開いてもらって、ここに刺します。で、別にこことここだけでいいんですけど、一応、まあ、こんな感じで跡をつけてください。刺してシュって感じ。これね、刺してシュね、ここ、シュ。で、そのコンパスの幅を変えずに、これ変えるとアウトです。こっちに刺して同じように、まあ、こんな感じでやります。刺してシュってことね。ごめんね、ちょっと俺ホワイトボード用の持ってないんで、コンパス。申し訳ないんですけど。で、上と下、交点の部分を、ごめんね、すんげえ曲がってるけど、定規で結びます。ほんとはもうちょっと膨らんだね。の、ここが中点なんで、この円の中心になります。で、問題文に点を示す記号 O を書き入れと書いてあるので、ここが O ですよっていうのを書いてないと×になります。ちなみにコンパスの跡を消しても×になります。っていう感じで書いてみてください。ごめんね、これかなりね、ちょっとフリーハンドで下手くそになっちゃいましたけど。では、6番です。で、6番の、関数はさらにちょっと書けなかったんで申し訳ないんですけど、口でごめんね。まず、反比例。で、まあね、図でわかりますね。こう、双曲線になってるので、反比例なんですけど、この問題ちょっと優しいのが、これ書いてくれてるんですよね。問題文に。y イコール x 分の a。反比例って言われたら、もうこれ使うんだと思ってください。で、もう一個、できれば、a イコール xy っていう、計算の時に楽ができる技ですね。もう覚えておくといいです。これ反比例のみの技なんですけど。で、どうするかっていうと、そのグラフ、あるじゃないですか。で、通ってる点を一箇所見つければもうそれで終了です。で、今回、例えば、もう一回問題文、動画戻してもらって確認してもらっても構わないんですけど、1の4通ってるんですよ。2の2通ってる。あと4の1。あとは負のところもありますけど、一番この3つ挙げときましょうか。で、どれでもいいから、これを代入して A 解こうぜっていう。もちろん、こっちの式に代入しても構わないですし、こっちやってしまえば、A イコール XY なんです。X と Y です。X と Y ね。だから、かければ、1×4 って4でしょ ?2 が4、4×1 も4なわけですよ。つまり、A は4って。すぐわかります。で、今回、グラフの式を出せじゃなくって、A の値を求めなさいなんで、これで終了です。といった感じ。グラフを求めるときは、まあ、絶対ではないんですけど、通ってる交点を代入するっていう形で求められることが多いです。まあ、一次関数とかちょっと難しいですけどね。ずれたりするんで、切片とかもあるからね。で、次が連立方程式ですね。まあ、自分は、加減法のが好きなので、4x、こっちに持ってきて計算したくなるんですけど、あ、どうしようかな。まあ、代入法でやろっか。この形にしてくれてるからね。加減法で全然構わないですからね。y イコールになってくれてるから、この y のところにこれを代入します。で、2x、ここ、プラス、で、代入するときは必ず括弧をつけて入れてください。で、5か。ここに入れただけね。で、そうすると y なくなってるんで、まあ、これ計算すると、6x イコール6。だから、x イコール1ですね。で、それをま、下の式に入れた方が楽ですね。ここに1を入れると C1 が4、4-1 だから Y イコール3でこれで終了です。で、前回だったかな、連立方程式は確かめができるから絶対しましょうみたいな話をしたんですけど、一応やっときましょうか。ごめんね。1と3、上と式の下の式、上と下、それぞれの式に代入してみます。上行きますよ。ここに1を入れると、21が2だから2、プラス y が3だから、プラス3で、イコール5。5だ、5イコール5だから、成り立ってるね。で、下にも入れてみると、y に3だから3、イコール C1 が C マイナス1で、3イコール3で成り立ってるから、絶対合ってるんです。あの答えは。もう絶対です。ここが間違ってなければね。で、8番です。二次方程式。で、これは、二次方程式解くときね、カッコカッコができ、まあ、因数分解できれば楽なんですけど、これできないんですよね。
だからもう毎度おなじみみたいになってますけど、解の公式ねやっていきます。で今回幅があるんで久々に書きましょうか。解の公式っていうのは x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。ごめん足んなかった。これ解の公式ね。で本当は b のところ、ここが偶数の時、ここが奇数なんで使えないんですけど、B が偶数の時は B' っていうのを使うこともできるんです。それもできるんですけど、まああえてここは使えないしね、紹介せずにいきましょう。まあ、中学校ほとんど習わないからね、それね。だいたい塾で習う感じかな。で A が1ね、今ここの1、 B が5、 C が1です。今ね、まあ、全部プラスなんで符号取っちゃいましたけど、で1だから2分のだね、2分のマイナス B なんで5を入れて、マイナス5プラスマイナス B の2乗25かけるマイナス4、マイナス 4AC なんで、マイナス4かける1かける1なんでマイナス4ですね。で右入るかな、いけそうだね。でルートの中をちゃんと計算するとルート21で、ルート21今回直せないので、なんとかルートなんとかに直せるんだったら絶対してください。しとかないと罰になります。だから今回これで終了っていう感じですね。いいかな。まあぜひねこんな感じでやってみてください。でこれ今第6弾までやってきたじゃないですか。で毎回受験問題今使ってるんですけど、実際の全部違う都道府県なんですよ。6回連続で、6回連続っていうか6回全部違うとこなんですけど、やっぱり似てますよね。基本的に計算があって、まあ、ルートの計算あってとか、これ、カッコがあって、連立あって、みたいな。で、なんで、ほとんど解の公式じゃんみたいな、がありますけど、まあ、この辺を練習してもらって、ぜひ、まあ、しつこく言ってますけど、とにかく、計算ミスをしちゃダメなんです、ここ。ダメって言い方するとね、嫌な気分になるかもしれないですけど、ダメなんです。もったいないから。とにかくね。なので、まあ、その、受験本番、みんながね、実際受験受けるときに、落ち着いて、あれだけ練習したんだから大丈夫だろうって思って、なんかいけたら個人的にはすごく嬉しいし、そうなってほしいなとも思うので、もうちょっとこのシリーズ、もうちょっとが結構続くかな、このシリーズやっていきますんで、まあもしよかったらね、次回の方もぜひねご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。